さあピッチュー、ジョーカー2種類のキャラクターを持っているとこちらの手元の情報に来てはいるんですが、この月光牙に対しては効果は抜群だ。ピッチューを選んでいます。さあ左側月光牙ツナ VS 右側ピッチューを持ったんです。やっていきましょう。ステージはスマムラが選ばれています。第10回スマムラとビーナーズ3回戦です。さあここはコンボを通してきたと思ったんですが、ピチューガも体重かなり軽いため月光牙もうまく理想的なコンボを決めるのは難しいと思われますね。体も小さいです。さあ掴んで逆にピチューガはコンボを決めていきたいところ 44% 稼いでいるわ。この崖上がり、この選手はアースをかけつつ展開を維持する形ですね。直接崖を狩りに行かず相手のラインが狭い状況を維持していきたい。しかしここで空中ニュートラルからの掴みが通りダメージが高いぞ。さあこれは回避が間に合ったか、雷は当たらず。さあこの崖、ツナ選手はやはり直接狩りには行かず相手の回避上がりなどを満たして一旦ラインを下がって相手の崖上がりを見るというそういった崖上がり狩りを狙っているようですが、さあこの空中しろ飛ぶがまだ撃墜には至らない。さあ電撃当たり、さあ掴んで前投げ外へ出してこの右差し決められるか。ここは速いためなかなかいけず横強攻撃。さあ上に当てていきたい。さあはみ出したがここはうまく狙うことができない。空中後ろ攻撃から、さあ月光があの空中後ろ攻撃から撃墜がつながるとそういった場面もありますので要注意したい技の一つです。さあ対してピチュー側もこれ全身狂気みたいなキャラクターですのでお互いに当たりたくない技のオンパレードですね。これの復帰投資は決まっていきます。空中しろ。さあしかしここは負けじと無敵時間を生かした強気の空中前でリカバリーをしていきます。ツナ全くゴムの状態で迎えます2足目。さあ神を狙っていますがここは上からタイミングをずらして降りてきたモースさんが一気に火力を稼ぎ、さあダメージイーブンの状態が続いています。さあこの月光牙の空中ヌートラルに対して素早い差し返しですね。さあラッシュから攻撃当てて掴んでいったのはモッサン。さあ空中上から空中後ろ華麗なつなぎで外へ出して差し決めていきたいが、ここはツナ冷静にジャンパーが返ってくる。空中ヌートラルから上スマッシュ当たるがこれはさすがにまだ撃墜には至らない。しかしピチュー側はもう後はないといったところではないでしょうか。もうスマッシュは食らいたくない、そういったところであえて掴んでいく相手にガードさせたくなるそういった心境も誘うようなスマッシュでした。さあ電撃から展開を取っていきたいのはモッサン。ピチュー、うーっと空中前攻撃で撃墜、相手の差し込みをしっかり華麗に引きジャンプで勝っていきました。さあ掴んで電撃電撃電撃無敵の間にガンガン殴っていったという形でしょうか。 1.4% の小ラミで踏んでいった。空中ヌートラル外へ出して復帰差し決めていきたいがゆっくり返ってくるツナ、そしてハイドロポンポンも狙っている。掴んでリーチが非常に長い、外へ出して、さあここはやはり様子見る。しかし様子見ていたところに空中下差し込んであわや撃墜といったフットビー崖を狙っているが、ここはツナの方が一瞬遅く崖を掴んでいたため崖を発生せず、さあそのままハイドロポンポンで相手の引きミスを誘っていくが、モッサン横 B でタイミングをずらして返ってきます。掴んで後ろ投げ、ピチューガーとしてはそろそろ危険水準のダメージまで溜まってきています。前投げを選択、さあこの横ビンに対してここはしっかり返ってきた。さあ掴んで下投げから空中で掴みとうまくやっと見る見る掴みが取ります。月光牙掴みの発生はそんなに速くないですが、ここは相手の差し込み見越して引きジャンプから空中前、これが非常にうまい。綱選手が一本選手していきました。どうしてもガードを張っちゃいますよね。下強とかいつ飛んでくるか、あんな速さで飛んでくるかいつわからないん で、しかもさっきもその下強からのウエストマッシュっていうのであわや撃墜っていうところも見せられてて、あれ見せられたらやっぱガード張りますよね心情的に。しかもなんだかんだ月光牙のつかみって、まあ、撃墜するにはちょっとパーセントが必要なんで、ちょっとガードしてもちょっとガードしてもいいかなって思っちゃうんですけど、そこをついていきましたね。やっぱピチューとしてはそういった少しのダメージの蓄積も本当に痛いですね。ここで対ピチューとして非常に有効に機能しているつかみといった試合展開でしたが、モッサン選手ここから修正することはできるのか。ステージは村と町に変わっております。さあポケモンバトルという具合ですが、さあ
つかみを狙っているが空中しろ。さあ空中しろ、外へ出し続けている。さあ華麗な立ち回り、一切ダメージを受けることなく、サン選手に対して 70% 稼いでいるのは津田選手。サン選手もワンチャンスを狙った雷を打っていったんですけれども、ここは津田選手引き合わなかったですね。さあ空中前通して、先ほどよりステージは広いが、空中後ろで撃墜、崖橋からの狭さは変わらず。さあ丸々1ストック、ほぼノーダメージで持っていくことができた津田選手、心情的にも大きなリードを持っているでしょう。さあ多少コンボのミスがありダメージを受けたとしても、まだまだ気持ち的には余裕を持つことができる。対するモスさんとしてはこのままダメージを受けることなく、やられたことをそのまま仕返していく、そういったプレイが必要となってきますが、空中へ攻撃を含むコンボで着地狩りがうまい掴み、そしてこの先ここはうまくジャンパ狩りを通しましたが、そこにさらに着地狩りの掴みが置いてあります。相手の差し込み全部返してる。はい、本当にもう引き行動であったり回避であったり、そういったところでしっかりといなしている立ち回りの綱、しかし連続投げで火力を取って取り始めているモスさん。さあ電撃からラストシールドで掴んでいった。さあ横 B 帰ってきたが、ここはその場狩りに横強を合わせていったツナ。さあなんということでしょう、2ストック練習、圧倒的リードを持っています。さあそしてこの着地狩り、あわや撃墜も見えそうな、そんな位置でのコンボ指導でしたが、ここはうまく逃れていったモスさん。本当に怖いですこのステージ、本当にあの位置からこのほかほか、このピチューのダメージもう撃墜ありますよ。浮かせて着地狩りのコスマッシュ撃墜、スナ選手なんと圧巻のサンストマッシュ、あまりにも強い、完璧すぎる立ち回りでもモスさんピチューを下しました。